負けしてもらっちゃったね。やったね。シュワシュワする。いや、思いのほか集まってくれてよかったよかった。誰も来なかったら先生自殺しようかと思いました。じゃあ来ない方が正解だったか。はあ、ん？千葉くん、早見さん、どうしてへこんでるの？射的でできんくらった。イージーすぎて調子乗った。ねえおじさん、俺今5000円使って全部5等以下じゃん。糸と商品の残り数から4等以上が1回も出ない確率を計算するとなんと 0.05%。 本当に当たり糸はあるのかな。おまわりさん呼んできて確かめてもらおっか。わかったよ、金返すから黙ってろ坊主な。いやいや、返金のために5000円も投資したんじゃないのよ。ゲーム機欲しいな。カルマ君はねちっこいな。最初から大当たりは入ってないって見抜いてたな。おお、相変わらず何でもそつなくこなすな磯貝。コツだよ、ナイフ切る感覚と結構近いぞ。こんなもんかな。うち貧乏だから100円で1食分浮いたのはありがたいわ。そっか、焼いて炒めてあげて。え、食うの？みんな荒稼ぎしてるね。うん、暗殺技術の繊細な部分が活かせるね。リッチ先生は商工会のテントでママとタダ酒食らってるし。コロ先生は月末いつも金欠だから。コロ先生、お店やってんの？じわりじわりと支店を増やしてる。みんなが稼いで早じまいした店のスペースに入り込んで。なるほど、僕らは知らずに小遣い稼ぎの片棒を担いでしまったのか。すごい。綺麗だな。濃かったね、夏休み。うん、